皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はトレーニング後ということでスポーティーな帽子スタイルでお届けをさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、マッサージやストレッチだけでは猫背が完全に解消しない理由についてお話をさせていただきます。皆さんもマッサージ店や整体などに行かれて体をですね揉みほぐしてもらった後、もしくはご自分でこうやってねマッサージをしたりストレッチをした後に、ああなんか軽くなったな、動かしやすいなっていうような経験あると思うんですけれども、例えば半日後とか1日後にその状態って続いてますか？結構直後には良くなるんだけれど、ちょっと時間が経ったりもう1日経った頃には元の状態に戻ってるよっていうことが非常にね多いんじゃないかなと思います。で、私自身も昔そうだったんですね。整体院に行って、でその時はすごい楽になって、そして好転反応が出て眠くなってバタンと倒れ、次の日の朝には元通りの体だみたいなことっていうのがすごく多くあったんですね。これにはですね大きな2つの要因っていうのが関係しているんですね。1つ目は原因ではなくて症状にアプローチをしているっていう点が1点目です。そして2つ目ですね。2つ目はホメオスタシス。これは身体向上性とも言われるんですけれども、この機能がですね人間誰しも備わっているという点が2つ目の要因になっています。では一つ一つ細かく紐解いていこうかなと思うんですけれども、原因ではなく症状に対してアプローチをしているという点についてはですね、よく皆さん聞いたことがあると思うんですが、胸の前の筋肉、大胸筋や小胸筋が硬くなると巻き肩になって猫背になるよ、こんな話ね皆さんどこかで聞いたことがあると思うんですね。それに対してここの筋肉をほぐしてあげましょうというアプローチです。もう大いに結構です。それによって体の動きが良くなるというのはものすごくいいことなんです。しかしこれは根本改善かと言われるとそうではないんですね。じゃあ小胸筋や大胸筋が硬くなっている、ないしは柔軟性がこう低下している状態っていうのの原因は何なのかっていうのを皆さん考えたことはありますか？この原因をしっかりと改善しない限り、ここで一旦緩めたとしても原因が残っているのでまた同じことが起きるんですよね。これの繰り返しをしているのでこのパターンから抜け出すことができないんです、はい、この原因については他の動画でもたくさんシェアをさせていただいているので、ぜひいろんな動画を見ていただきながらこの原因っていうところに対してアプローチをしていくことっていうのを忘れないでください。決してこのマッサージがダメですよって言ってるわけではないので、これに合わせて原因に対して同時にアプローチしていくことっていうのがすごく重要な要素になります。2つ目はですね、ホメオスタシスというものですね。これは日本語に訳すと身体向上性というふうに訳されます。これはですね体外の環境が大きく変化したところでですね、体内の環境というのを一定に保っていきましょうという体の機能があるんですね。これが一番分かりやすいのが、ご自身の体温ですね、はい、そう脇で測る体温ですね、はい、仮にですよ、今日は真夏日で40度ですってなったところであなたの体温が急に40度にバーンって跳ね上がったりしないですよね。逆に氷点下の環境に置かれたとしても皆さんの平熱36度がですね急に20度になったりっていうのはないんですよね。実はですね他にもいろんな言い方をこのホメオスタシスというのは言われてたりするんですね。例えばですね、石井宏之さんの著書の「心のブレーキの外し方」、これね読んだことがある方も多くいらっしゃると思うんですけれども、この中ではですね現状維持メカニズムというワードで置き換えられています。これはですね思考パターンだったりとか行動パターンっていうのを最初のファーストステップがすごく大変なんだけど継続していくことで徐々に徐々に変わっていくよっていう風な提唱のされ方をしています。これはですね本当に行動パターンとか目標達成をしていくための考え方の一つとしてすごく参考になる著書なので、ぜひ読んでみてもらえると面白いかなと思います。他にもですねコンフォートゾーンなんていう言い方もされています。これは日本語にすると居心地のいい領域というふうに訳されまして、基本的にはみんないつもの思考パターン行動パターンで居続けようとするっていうのが全てのワードにおいての共通している考え方になります。今猫背の方はですね猫背になる生活パターンや行動パターンというのをご自身の意思もしくは無意識にかかわらず選択し続けているんです。その結果、今のフォルムですね、猫背というフォルムが完成しているんです。これはダイエットでも同じことが言えます。今太っている方は、急に昨日まで痩せてたのに今日急に30キロポコンって増えましたって人はいないんですよね。この体の状態になるための選択を過去にずっと続けてきているんです。それで今が出来上がっている。痩せている人も同様です。過去のパターンが今の体の状態を形成している。そんなことはね、分かっているんです。分かってるんだけどできないんだ、だからそうなってるんだっていう人がね、めちゃめちゃ多いと思います。はい、めちゃめちゃ分かります。っていうのはですね、姿勢を改善していくのに実は期限がないんですよ。目標値になる期限、いつまでに猫背を解消するんだっていう期限がないので、やっぱり今日何をしたらいいのかっていうところになかなか落とし込みにくいっていうのがすごく難しくさせているところなんですね。結局期限が決まればそれに対しての行動計画ができるので、今日何をしたらいいかっていうのが分かりますよね。なのでしっかりとここの期限というか目標値を決めるっていうところが姿勢改善にもものすごく重要になるんですけれども、姿勢っていうのは数値化しにくい部分なので、すごくこの目標設定っていうのが難しいんですね。はい、なので次回はどうしたらこの脱猫背になる生活パターンや行動パターンにしていけるのかっていうようなお話、そして人間がですね、なぜそういう行動をとってしまうのかといったところも少しですね、ある法則にのっとってお話をさせていただきたいと思います。今回の動画が参考になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけると励みになります。そして引き続きですね、猫背に特化した健康情報というのを日々発信していきますので、ぜひお見逃しのないようにですね、こちらの下の猫ちゃんマークからですね、チャンネル登録をしていただければと思います。それでは今日の放送はここまでにします。今日もご視聴いただきありがとうございました。